セ・リーグ公式戦読売ジャイアンツ対横浜 DeNA ベイスターズの10回戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？まあ 1,2 番の出塁ですかね。そこをどう抑えていくのか、おそらく序盤はこのゲームのポイントになるでしょうね。なるほど。まずはジャイアンツの先発、今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。西さん、はい、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目。流しました、これはどうか、ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッターは変化球空振り、まず一つアウトを取りました。さあインサイド、センターに抜ける。ジャイアンツピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。さあジャイアンツ先制のピンチを迎えています。まあやはり後手に回りたくないですからね、ここは冷静に対処したいですね。うん、そうですよね。まあピッチは高めのボール打ちました、伸びていく、どうだ、入れば先制、伸び入った、ホームラン、先制のスリーランホームランです。ベイスターズ、ジャイアンツ痛い一発を浴びています。相手が4番とはいえ悔しい一発を浴びてしまいました。これが6球目、引っ張った、取りました、一塁へ、ツーアウトになりました。バッターボックス楠本、ここのところ当たりが出ていません。引っ張った、ファーストが取る、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回ベイスターズスリーランホームランが飛び出しました。ベイスターズバッターは平良、ここのところ当たりが出ていません。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは2番に入っている、ストレートのフォアボールになりました。ここも見送ってよく選びました。バッターの岡本、今シーズン空振り三振、ランナー返る。さあこれで決まるのか、打ちました、セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、三塁へ送球、セカンドランナー1点返しました、ジャイアンツ。ご覧いただきましょう、タイムリーが出て点差を縮めます。こういう場面どんどん打てる雰囲気が出てくるとチームにも勢いが増しますからね。ここで得点が入りました。バッターストレート打った、ボテボテの当たり、ファースト取った、一塁アウトでスリーアウト。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう、2回の表、7番から始まるベイスターズの攻撃、引っ張った、阿部、一塁そのまま入ってアウト。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている伊藤、高めのボール打ちました、詰まりながらもライトへ、スタンドには届きません。バッターランナーは二塁まで進みました。これで空振り三振、打ちました、サードが前に来る、サード取った、一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。2回の裏、7番から始まるジャイアンツの攻撃、打ちました、センターに打球伸びる、この打球はフライになっています。8番バッターはキャッチャー住谷、まずはワンアウトを取っています。取りました、アウト、ツーアウト。ピッチャーに打順が回って先発の山口が打ちました、ショートうまくさばいて一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいジャイアンツでしたが、里崎さん、リードを許している展開なんですが、この後のピッチング、インサイド落ちました、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、先頭バッターを出してしまい、高め打ちました、高く上がった、伸びていく、どうだ、どうだ、セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、ベイスターズ抑えたかったんですが、タイムリーが出て追加点を奪われている。まあストライクを取るべきカウントですけど、打ちました、サードゴロです、サード取った、アウト、ワンアウトです。今のはキャッチャーの要求が良かったですね。まあ点差を広げられないようにここでしっかり止めておきたいですね。そうですね。さあこの場面で打席には、引っ張った、ここは打ち上げています、ゲレーロが掴んでツーアウト。6番バッター楠本、
ジャイアンツこの回1点を失っています。さあ3点を離され、なおも得点圏にランナーを背負った場面。初球打ち、レフトへ打球伸びる、ゲレーロが掴んで3アウトです。しかしこの回ベイスターズ1点を追加しています。4対1、 DeNA ベイスターズのリード広がって、西さん、これは早い段階で点を少しずつでも返しておきたいですよね。まあ一気に返すよりもね、コツコツとね、まずは同点にしてほしいですね。そうですね、まずは1点と。引っ張った、これはどうか、一二塁間を破る、これが今シーズン50本目のヒット。ノーアウトランナー一塁です。2番バッター坂本、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ヒットでランナースタート、キャッチャー二塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗。ここは簡単に次の塁に進ませてくれ、見逃して三振です。ツーアウトになっています。バッターは3番丸、ここも見送って、高めのボール、これはどうだ、これで5試合連続安打、ツーアウトランナー二塁一塁。さあジャイアンツ得点圏にランナーを置いています。まあ早いうちに追いつくためにもここで点は欲しいところですよね。なるほど、そうですね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。引っ張った、この当たりはどうか、レフト線フェアです。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、1点返しましたジャイアンツ、見事なタイムリーヒット、4対2になりました。ジャイアンツなおも三塁二塁のチャンスです。ここで声をかけました。さあ注目しましょう。改めてお聞きしますが、このセカンドワンバウンドヒットになった、ホームに送球する、サードランナーがホームに帰ってきました。ジャイアンツ1点、期待を裏切らないバッティングでした。点差を縮めます。いやここでね、一気に攻めたいですね。これで1点差に縮まりました。さあそして打席には石井が入ります。さあチャンスが続きます。まあなんとか繋いでますんで、このチャンスは生かしたいですね。なるほど、そうですね。外のボール球打っていった、これは大きいぞ、掴んで3アウト、同点のチャンスものにはできませんでした。さあご覧ください、先ほどのプレーに。回は4回の表、7番から始まるベイスターズの攻撃、いきなりトップバッター、ここはゲッツーを取りたい、ファーストランナースタート、キャッチャー送球して、タッチアウト、盗塁失敗、ここは盗塁を許しません。このアウトは大きいですね。はい、変化球で空振りを取ります。次はピッチャーの打順ですが、先発の浜口がバッターボックスに入ります。まあここはあまり使っていない球種を試してみるのもありです。三振です。3アウトチェンジ。ジャイアンツ4回裏の攻撃になります。打順は8番住谷、高めのボール、これはどうか、この打球は落ちるか、どうだ、レフト掴んでワンアウト。ピッチャーに打順が回って、先発の山口がバッターボックスです。ピッチャーとしてもこの辺りで点が欲しいところでしょうから、当然インサイド落ちました、これはどうか、破りました、センター前、これでマルチヒット、2アウトランナー1塁。ここはうまく打ち返して出塁していきました。2番バッター坂本、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。まあさっきは振っていってのさ、アウトコース打ちました、取った、一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。5回の表、里崎さん、ベンチとしてはそろそろリリーフも考えているでしょうね。まあそう、見逃し三振、ワンアウトです。ご覧いただきましょう、最後は見逃し三振を奪い、引っ張った、サードが取る、一塁送球します、ツーアウトになりました。打順は3番佐野、前の打席はストレートを打たれたんでね、打ちました、岡本、一塁アウト、3アウトです。この回ベイスターズ3人で攻撃を終えています。
西さん、試合中盤に差し掛かってきたわけですが、やはり打ちました。これはどうだ、センターに抜けました。丸、今日の初ヒットがここで出ました。ノーアウトランナー一塁です。走ってきた、キャッチャー二塁送球する、セーフ、盗塁成功、チリ盗塁を決めてきました。いやー、これはよく走りましたよね。これでアウトを増やさずに1だと、変化球打った、セカンドが抑えた、1塁へ、1塁アウト、しかしこれは進塁打になりました。さあ、そしてバッターボックスにはゲレーロが入っています。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。ここでしっかりと追いついておきたいですね。1、2塁間抑えた、1塁アウト、ランナー3塁はそのままです。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。ゲームは6回の表に入ります。ベイスターズの攻撃、打順は4番、2球目打ちました、右中間に大きな打球、さあどうだ、フェンス直撃、バッターランナーは2塁まで進みました。これで3試合連続のマルチヒット、ノーアウトランナー2塁です。さあ、そして打席には宮崎が入ります。さあ、ランナーを得点圏に背負っています。ここはしっかりしのいで反撃を待ちたいですね。ファースト取った、一塁アウト、ワンアウトランナー三塁となりました。バッターボックスには代打の音坂。西さん、ここは一気に行きたい場面ですね。まだこの点差では安心、三振を取りたい場面ですよね。このピンチ、空振り三振に切ってと、ストレート打った、セカンドの右掴んだ、一塁アウト、これで3アウト。6回の裏、7番から始まるジャイアンツの攻撃、バッターは石井。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですが、レフトフライに倒れています。振っていきましたが三振、ワンアウトです。バッターボックスは8番住谷、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。バットに当たりません、三振、2アウトになりました。見逃せばボールかという際どいコースでしたが、ここは空振り三振、アウトコース打ちました、外、一塁アウトで3アウトチェンジです。里崎さん、ピッチャーは7回も続投ということになりました。変化球空振り、バッターボックスには代打の梶谷。サニーさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。いや、きっちり役、これが2球目、2球目打ちました、取りました、1塁アウト、3アウトです。この回ベイスターズ7回の裏、ジャイアンツ西さん、バッターとしてはなんとか先発ピッチャーにいい当たり、セカンドが取る、アウト、ワンアウト。バッターボックスは2番坂本、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。打ちました、ショートうまくさばいてアウト、2アウト。打席には3番バッター丸、先ほどの打席、これはデッドボールということになります。バッターボックスは4番岡本、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。前の打席はピッチャーにしてやられた感じでしたね。ええ、よく見極めました、フォアボールです。さあ、ジャイアンツチャンスの場面を迎えています。この辺りで追いついておかないと苦しくなってきますからね。そうですよね。まあ、そして見極めてフォアボールです。バッターボックスは6番阿部、相手ピッチャーの乱れからチャンスを作っています。相手が制球を乱していますから、こういう時外れた、押し出し、これで同点となっています。同点に追いつきましたジャイアンツ、押し出しでの得点、4対4、ジャイアンツなおも満塁のチャンスです。ベイスターズ、ここでピッチャーが変わります。一打勝ち越しの場面でマウンドに上がった。さあ、そしてバッターボックスには石井が入っています。ここは好打順ですから勝負どころですよ。さあ、チャンスが続き満塁の場面、まあ、ここはつなぎましたから、なんとか勝ち越してしまいたいですね。なるほど、そうですよね。外の球打った、サード取った、一塁送球、一塁アウトで3アウト。さあ、先ほどのシーン、リプレイでご覧いただきましょう。
しかしこの回ジャイアンツ8回まで来ました。ベイスターズの攻撃、バッターボックス外、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ジャイアンツ同点で迎え、ジャイアンツここでピッチャー、次が3球目、変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。バッターボックスには3番佐野、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ワンアウトランナーなし、バッターボックスには4番、変化球空振り、スリーアウトチェンジ。この回8回の裏に入りました。ジャイアンツの攻撃、8番バッター炭谷、今日はまだよく見極め、バッターボックスには代打の亀井、フォアボールのランナーが出ています。初球打ち抜けていった、センター前ヒット、これで7試合連続安打。今のバッティングご覧いただきましょう。打順は1番に帰ります。バッター平、フォアボールを足がかりにチャンスを作っています。さあジャイアンツ1打勝ち越しの、外の球打った、セカンド正面抑えた、2塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、アウトカウントは増やしたくはなかったですね、ただ次は勝負強いバッターなんでね、ここはチームとしても期待がかかりますね、このチャンス、ここも見送ってよく選び、バッターボックスの走ってきた、キャッチャー送球して二塁タッチアウト、盗塁失敗、これで3アウト。これから9回、西さん、ここまでは手に汗握る展開となってきてますね。いや本当ですね、試合を見てる方は楽しいんですけどもね、やってる方はねもう気が気じゃないですよ。本当にそうですよね。初球打ち、ここはフライになっています。ショートに任せます。坂本抑えてワンアウト、バッターボックスには代打の細川。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあここは三振取れることが理想ですけど、とにかく塁には出したくないですね。なるほど。さあどう組み立てていくのか。この打球はフライになっています。沢村が掴んで2アウト。バッターボックス柴田、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。2アウトになっています。三振を取りました。スリーアウトチェンジ。この回ベイスターズ三者凡退です。4対4同点です。9回の裏ジャイアンツ、西さん、さあ1点入ればさようならです。ヒーローが出てきてほしいんですが、どうでしょうかね。いやそうですね、まあ今日はね誰がお立ち台に立つか楽しみですね。そのさよならに向けて戦っています。宇宙間へ持っていった、ぐんぐん伸びる、抑えてワンアウト。4番バッター岡本、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ワンアウトランナーありません。さあ2球目は何か、うちのボール打った、いいところに飛んでいる、この打球はフライになっています。抑えて2アウト。打順は5番ゲレーロ、前の打席ではフォアボールを選んでいます。2アウトになっています。ストレート打った、セカンド取った、一塁アウト、これで3アウト。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。ここはいきなりフォアボールでラン、ライト線ぐんぐん伸びる、勝ち越しなるか、入った、ホームラン、梶谷今シーズン第2号の勝ち越しツーランホーム。この回2点ビハインドに変わります。まあ大さあ4球目は何か、打ちました、取った、一塁へ送ります、アウト、ワンアウトです。
打順は2番ソト。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい。さあ一二塁間を破る。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。3番インコース三遊間抜ける。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー二塁一塁。さあジャイアンツ得点圏にランナーを背負った場面です。まあこの回で点差を広げられると。ストレート抜けた。セカンドランナー帰れば追加点。ホームに送球ライト前ヒット。これで3安打猛打賞。さあそして打席には宮崎が入ります。さあなおもピン。ここは三振を取りたいですよね。空振り。ここは空振りでアウトを取りました。ここは決まりました。見逃し三振です。この回点は取られましたがここで食い止めました。ジャイアンツ最後の攻撃になります。バッターボックス阿部よく見極めました。フォアボールです。ノーベイスターズ。ここでピッチャー。さあマウンドに上がったのは三上。バッターは7番石井。今日はまだ当たりがありません。フォアボールのランナーが出ています。ランナースタート。キャッチャー送球してタッチアウト。盗塁失敗。積極的に狙っていったんですがここは三振になります。ツーアウトになっています。バッターボックスは8番打ちました。セカンド取る。これで3アウト。試合終了になりました。セリーグ公式戦読売ジャイアンツ対横浜 DeNA。 まずはジャイアンツの先発、相手打線に対してどのように。赤星さん、バッター目線で相手ピッチャーの立ち上がり。打ちました。ショート取った。アウト。ワンアウト。バッターは2番に入っているソト。昨日のゲームではマルチ安打を記録しています。岩隈、まずは先頭バッターを打ち取っています。高め打ちました。これはどうだ。セカンドの左抜ける。ツーアウトランナー一塁。バッターボックスには4番筒香。ここ3試合連続で複数安打を放っています。打撃好調です。そうですよね。本人も今状態がいいんだと言ってましたからね。2球目打ちました。伸びていく。どうだ。入れば先制。入りました。ホーム。
先制のツーランホームランです。ベイスターズ、ジャイアンツ痛い一発を浴びて、当たりはそれほど良くなかったはずなんですが、追っつけて打ちました。ヒットになった。これで3連打。ツーアウトランナー1塁、バッターは6番。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう。バッターランナーは2塁まで進みました。これで4連打。ツーアウトランナー3塁2塁。さあジャイアンツ得点圏にランナーを背負った場面です。まだ序盤とはいえこれ以上し引っ張った。これはどうか。1、2塁間を破る。ホームに送球。サードランナーホームイン。抑えたかったんですがタイムリーが出て追加点を。バッターの伊藤、今シーズン空振り。ここはランナーを変え亀井が打席に入ります。まずはこの先頭バッターを出していきたいところ。高めのボール、センターへ抜ける。これが今シーズン50本目のヒット。アウトコース打ちました。柴田セカンド送球、二塁アウト、一塁転送アウト、ダブルプレー。バッターボックスは3番丸。ジャイアンツ変化球空振り、スリーアウト。先発の伊能が打席に入ります。まあ少し不安な球種とかを。空振り三振。まず一つアウトを取りました。打順はトップに帰って上里。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。岩隈、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。引っ張った、取りました。一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスには2番ソト。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。打ちました。これはどうか。ショートが取る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回ゲームはこれから2回の裏に入ります。さあジャイアンツこの回は4番から始まり、2球目打ちました。ここは打ち上げています。取ってワンアウトです。バッターは注目のルーキー平。昨日はマルチアンダーを記録しています。まずはワンアウトを取っています。インサイド落ちました。これセンターに抜ける。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。打席には6番バッター4三振です。ツーアウトになっています。バッターは7番に入ってインサイド弾き返した打球はセンターへ。神里が掴んでスリーアウトです。里崎さん、序盤での3点差、この辺りどのようにご覧になりますか。まあこれ以上点取られると正直きついですよね。ここでどこまで踏ん張れるかですね。はい、ピッチャー踏ん張れるか我慢のしどころで。引っ張った、ライトに上がった、伸びる、ライト掴んでワンアウト。バッターボックスは4番筒香。ここはチェンジアップですよね。さっき打たれたボールをどう使うかですよね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。打ちました。これはどうか。セカンドの左抜ける。これで4試合連続のマルチヒット。ライト方向を流しました。打球はライトへ、ライトが取りました。ツーアウトです。バッターは6番楠本。さっきはツーベースを打たれましたからね。ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね。打ちました。これはどうだ。取った、そのまま入って2塁フォースアウト、スリーアウトチェンジです。赤星さん、今日のボールなんですが相当切れてるんじゃないですか。空振り三振、ワンアウトです。次はピッチャーの打順ですが、先発の岩隈がバッターボックスに入ります。塁に出てやろうという気持ちで打席に立ってほしいですね。そうですね。バッターボックスには代打の増田。さあ赤星さん、ベンチはここで代打を選択してきました。まあそうですね、ここは得点のきっかけが欲しい場面ですから。そういう打ちました。ショート取った、一塁アウト、スリーアウトです。さあマウンドに上がったのは戸郷。今シーズン7試合目の登板。打ちました。これはどうか。ピッチャーが取る、アウト、ワンアウトです。バッターボックス伊藤。
先ほどの打席、最後はインサイド落ちました。レフトに強い打球、レフトバックする、バックする、一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで5試合。真ん中打ちました。これはどうだ、バックホームする。ジャイアンツさらにピンチになりました。ランナー三塁一塁となりました。里崎さん、ゲッツーを狙うときはどう？いいよ、坂本アウト、アウト。いいプレーが出ました。ファインプレー。先ほどのプレーです。これ以上点差を広げたくない場面で見事ダブルプレーに仕留めました。ここをゲッツーで仕留めたというのは大きいと思いますね。ジャイアンツ4回裏の攻撃になります。バッターは2番坂本。先ほど打ちました。ファーストが取る、一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスは3番丸。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。打ちました。高く上がった。この当たりはどうか、左中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで6試合連続。バッターボックスの平、今シーズン打ちました。レフト前ヒットになります。ホームに送球する。これで2試合連続のマルチヒット。ツーアウトランナー三塁。空振り三振、前にボールを飛ばせません。あと里崎さん、援護を待つためにもこの得点。2球目打ちました。ヒットになった。外、これが今日の初ヒット。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックス佐野、先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席大きい当たりでしたよ。変化球で空振り。ここはゴロを打たせたいですよね。なるほど。3球目打ちました。これで2試合連続の猛打賞。初球打ち、これはどうだ、石井、二塁送球、セカンドフォースアウト、一塁はセーフ、ゲッツーは取れません。さあ、そしてバッターボックスには楠本が入っています。さあ、ツーアウトながらピンチは続きます。まあここはこのまましのぎ切って味方の反撃を待ちたいですよね。打ちました。打球はセンターへ。丸が抑えてスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたが、ベース赤星さん、バッターも一巡してますんで、そろそろボールに目がな。変化球空振り、ワンアウトです。打席には8番バッター石井。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。今度はやり返さないといけませんよ。はい、バッターボックスには代打の大城。さあ赤星さん、ベンチはここで代打を選択。インサイド落ちました。打ち上げたファールグラウンドへのフライです。最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。さあ、マウンドを任されたのは中川。今シーズン、あっとデッドボールだ。当たった。引っ張った。これはどうか、三遊間抜ける。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁一塁。さあ、打席には先発の伊能が入ります。まあここまで好投してるんで、やはり続投でしょうね。空振り三振。ここはゲッツを取りたい場面です。このピンチから、さあ6球目は何か。打ちました。レフトオフ、センターオフ、ぐんぐん打球が伸びている。伸びてそのままスタンドに入りました。ここで一発を浴びてしまいました。その際、一気に6点と突き放されました。バッターは3番。これはバットです。
今日はボールが多く苦しいピッチング。6回の裏、ジャイアンツ打順よく1番から始まります。亀井がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ジャイアンツ点差が離された6回、打ちました。大きな打球になった。レフトをバックする。そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。レフトスタンドに飛び込む今シーズン第6号のソロホームランになりました。ジャイアンツが追い上げます。6対1になりました。鮮やかなホームランを見せてくれました。打席には2番バッター坂本。ジャイアンツホームランでと変化球空振り、ワンアウトです。打順は3番丸。振っていきましたが三振。打ちました佐野。一塁アウトで3アウトチェンジです。里崎さん、点差的には少し厳しい状況になってきましたがいかがですか。まあ確かに今日の試合は厳しい内容ですよね。まあなかなか返すのは難しいですけど、打線の奮起に打ちました。石井が抑えています。ワンアウト。バッターボックスには5番宮崎。振っていきましたが三振。バッターの楠本、ここ5試合で打率が1割を切っていますが、ちょっと調子を落としているんでしょうか。いやスイング自体は悪くないですし、今日は打ちました。サードうまくさばいて一塁アウトで3アウトチェンジです。赤星さん、残りの回を考えるとそろそろ打線には奮起してもらいたいですよね。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー。3球目は何で来るか。打ちました。取った。2塁へ送ります。2塁アウト。アウト。ダブルプレー。打席には7番バッター阿部。先ほどの打席打ちました柴田。1塁アウト。3アウトです。この回ジャイアンこれから8回ベイスターズは代打を送ります。細川が打席に入ります。引っ張った。これは三遊間抜ける。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。打順は8番。打ちました。ファーストを取った。二塁へ。セカンドホースアウト。一塁送球アウト。ダブルプレー。ピッチャーに打順が回って先発の伊能がバッターボックスです。好投してますから続投でいいでしょうね。そうですね。変化球空振り。8回の裏追いかけるジャイアンツの攻撃。バッターボックスは8番石井。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ジャイアンツ点差が離されて引っ張った。取りました。一塁そのまま入ってアウト。ピッチャーに打順が回って6回から登板の中川がそのままバッターボックスに入ります。ちょっと点差を。バッターボックスには代打のゲレーロ。さあ赤星さん、ここで代打を起用してきました。そうですね。まあ1点でも多く返しておきたい場面ですから、しっかり得点につなげる仕事をしてほしいですよね。なるほど、そうですね。さあこの起用に応えたいところ。ツーアウトになりました。打順は1番に帰ります。バッター亀井。先ほどの打席で打ちました。ショートの横抜けた。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー1塁。2番バッター坂本。今日はまだ当たりがありません。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。打ちました。取った。一塁へ。一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ました。これから9。さあ里崎さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。まあそうですね。まあこういう展開ですからね、まああれこれ考えずに目の前のバッターに集中して、まあ一人打ちました。いい当たりだ。レフトに大きな打球。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて、バッターランナーは二塁まで進みました。これで3試合連続安打。変化球打った。抜けた。セカンドランナー帰れば追加点。二塁ランナー三塁も回った。セカンドランナーホームイン。ベイスターズ追加点。打席には3番バッター佐野。バットに当たりません。三振。
フトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。4番に一発を浴びてしまいました。5番バッター宮崎。打ちました。石井。アウト。ツーアウト。バッターボックスには代打の梶谷。ツーアウトランナーありません。ここで声打ちました。いい当たりだ。ライトが追いかける。ぐんぐん入った。ホームラン。ソロ代打に浴びた一発でした。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほど三振になります。スリーアウト。チェンジ。赤星さん、歴史に残るような奇跡の大逆転を期待したいところですよね。いやー、もちろんそうですね。厳しい展開だと思うんですけど、最後まで諦めないでもらいたいですね。そうですよね。その奇跡を見る。3球目打ちました。ヒットになった。これで3試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックス岡本。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いて外れてフォアボール。得点。まず何を投げてくるか。低め打った。高いバウンドになった。ファーストが抑えた。2塁へ送球。これは際どかったが2塁アウト。打席には6番バッター楊大寛。先ほどの打席はファーストゴロ、併殺打となってしまいました。ワンアウトランナー1塁3塁です。変化球打った。ボテボテのピッチャーゴロ。二塁送球。二塁アウト。サードランナーホームイン。ジャイアンツ1点返しました。打順は7番阿部。ジャイアンツゴロの間にランナー帰っています。インサイド落ちました。これはどう。セカンドの左抜ける。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。三塁タッチもセーフ。阿部。初球は何から入ってくるか。外の球打った。セカンド正面取った。一塁アウト。これでスリーアウト。試合終了です。東京ドームには大観衆が詰めかけています。セリーグ公式戦、まずはジャイアンツの先発田嶋が東京ドーム。小宮山さん、やはり立ち上がりがきっちり抑えられれば流れに乗っていけると思うんですが、いかがでしょう。そうですね。どうしてもピッチャー立ち上がりって手探りで入ってきますから、抑えると抑えないでは大違いになりますからね。さあ、そういう意味ではこの立ち上がりどうなるか注目していきましょう。打ちました。流しました。弾き返した打球はレフトへ。レフトが取りました。ワンアウトです。
バッターは2番に入っている菊池。前回のゲームでは無安打に終わっています。田島、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー田島、そしてキャッチャーは炭谷。このバッテリーをカープ打線がどう攻略していくか。外へのボールは入りません。ライト方向を流しました。これはどうだ。一二塁間を破る。ワンアウトランナー一塁です。さあバッターは鈴木。ここでホームランが出ると通算100号ホームランの達成となります。さあまず1球目、ファーストランナースタート。キャッチャー二塁送球する。振り込んでアウト。盗塁失敗。ここは二塁への進塁を許しません。まあ、バッテリーも警戒してましたからね。これでピッチャーは楽になりましたよね。ええ、先制のランナーでしたからね。キャッチャーの送球が早かったですよね。見逃し三振。スリーアウトチェンジ。里崎さん、初回の攻撃、特に大事な点はどのあたりでしょう。バッターは楊大寛。2試合当たりが出ていません。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。高め打ちました。これはどうか。破りました。センター前。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー1。バッターは2番に入っている坂本。ここのところ当たりが出ていません。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。うん、そうですか。打ちました。これはどう。飛びつく。取った。アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。バッターボックス丸。ジャイアンツダブルプレーでランナーなくなりました。この回のジャイアンツ打線ですが4球で2アウトになっています。そうですね、見事なピッチングと言っていいと思いますよ。はい、そうですよね。ここは落としてきました。膝元への変化球。ワンボールツーストライクです。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。これで4試合連続安打。2アウトランナー1塁。4番バッター岡本。ヒットでランナーを一塁に置いています。高めのボール詰まりながらもレフトへ伸びていく。長野が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。2回に入ります。カープの攻撃。バッターボックスは4番松山。さてジャイアンツの先発は田島。今日が8試合目の登板です。前回の登板は打ちました。取りました。一塁送球アウト。ワンアウト。5番バッター長野。2試合当たりが出ていません。まずはワンアウトを取っています。インサイド打ち上げました。打球はレフトへ。ここはフライになっています。レフト掴んで2アウト。打順は6番阿部。前回のゲームでマルチ安打を記録しています。2アウトになっています。この回の田島4球で2アウトにしています。そうですね、まあ省エネでねピッチングできてますからね。はい。さあ次のバッターはどうなるか。高め外れました。見逃して三振になります。3アウトチェンジ。この回カープ2回の裏になります。ジャイアンツの攻撃。バッターは平。昨日のゲームは猛打賞を記録。初球打ち。これはどうか。センターに抜けました。これで3試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスには6番ゲレーロ。昨日のゲームでは無安打に終わっています。ヒットでランナーを1塁に置いています。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。走ってきた。キャッチャー送球して盗塁成功です。きっちり盗塁を決めてきました。そうですね、いい走塁でしたね。いや痛いですね、先制のランナーですからね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。全くその通りですね。打ちました。これはどうだ。取った。一塁送球アウト。ワンアウトです。これは進塁打になりました。まあ何とか進塁打になりましたね。打ちました。
セカンド取った。一塁送球します。ツーアウトになりました。まあここは繋いでおきたかったんですけどね。打ちました。ショート取った。一塁を送ります。一塁アウト、スリーアウトです。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。小宮山さん、まずまずの立ち上がりと見ていいですかね。まあ、そうですね、まあ、持ち味を発揮してという感じですかね。そうですね、両投手の特徴が出てますよね。アウトコース、空振りです。ノーボールツーストライク。ファウルになります。次が4球目。これもファウル。打ちました。三塁線落ちてフェア。これが今シーズン50本目のヒット。バッターは注目のルーキー小園。前回のゲームでは無安打に終わっています。ピットでランナーを一塁に置いています。追っつけて打ちました。三塁線落ちました。ジャイアンツピンチになりました。ノーアウトランナー二塁一塁。さあバッターボックスには先発の九里が入っています。さあ一打先制という場面を迎えています。これはファウル。いいボールでしたよね。簡単にバントはさせないぞっていうようなね、投球でしたね。そうですね、ファウルです。これが3球目。ここもバントの様子も見送っています。追い込まれてからもバントの構えをしてきます。送ります。打ち上げてしまいました。ファウルグラウンドへのフライです。スリーバント失敗。ランナーを進めることはできませんです。ここはゴロを出したいですよね。そうですね。このボールは見送るのが精一杯。ストライクです。これは内へ外れます。里崎さん、ゲッツーを狙うときはどういうリードをするんでしょうか。空振り三振。ここは投げ勝ちました。まあここはツーアウトになったんで、だいぶやりやすくなったんじゃないでしょうか。はい、三振でツーアウトとなっています。さあそして打席には菊池が入ります。ちょっと注意が必要なバッターですね。さあ2アウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあ、先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたから、ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですね。バッターの菊池、今シーズン得点圏、このピンチ空振り三振に切って取りました。バッテリー三振でなんとかこのピンチを切り抜けました。ご覧いただきましょう。ピンチの場面でしたが、連続三振で切り抜けました。もう本当に落ち着いて投げてるように見えますよね。先制のチャンスがあったカープですが、そのチャンスを先発の田島が打席に入ります。当たればいいところに飛ぶこともあるんでね、バットを出していってほしいですね。そうですね。インサイド変化球外れます。今のはよく我慢しましたよね。はい、ストレートわずかに外れてボール。内へ低めの変化球。ツーボールツーストライクです。引っ張った。これはどうか、外野ヒットになりそうだ。ライン際を破りました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これがプロ入り初ヒット。ノーアウトランナー二塁です。さあジャイアンツ先制のチャンスを迎えています。まあ取れる時にしっかり点を取っておきたいですよ。打った、左中間に強い打球。さあどうだ、まんまん中左中間破っていきました。セカンドランナーホームイン。ジャイアンツ1点を先制しました。左中間へのタイムリーヒット。さあ先制したシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。理想的な形でしたね。ここで先制点が入りました。今いい流れが来てますから、得点するならここですね。落ちるボールに手が出ました。ボールになります。いや打ってこなくて助かりましたね。そうですね、大きく外れました。スリーボールツーストライクです。引っ張った、ヒットになった。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。ジャイアンツ1点追加します。レフト前への期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。早くも流れを確実なものにしようとしています。バッターボックスには3番丸。
先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗。ここはスチールを阻止されてしまいました。いやー、これは残念でしたね。引っ張った、ファーストが取る、アウト、ツーアウト。バッターは4番岡本、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はいい当たりの引っ張った、三遊間抜ける、これで7試合連続安打、ツーアウトランナー1塁。バッターボックスは5番平、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。打った、これはどうか、ピッチャーうまくさばいて一塁アウトで3アウトチェンジです。どこか痛めたか、痛そうにしています。ちょっと心配な状態です。しかしこの回ジャイアンツ先手を取りました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、一発があるバッターなんでね、やはり低め低めということ。初球打ち、この打球はフライになっています。ピッチャーが落下点に入ります。田島抑えてワンアウト。打席には5番バッター松山、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。田島まずは先頭バッターを打ち取っています。ライト掴んで2アウト。バッターボックス長野、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね、ここは長打を警戒しておきたいですよね。はい、そうですね。変化球で空振りを取ります。3アウトチェンジ。さあ今治療を終えて選手が出てきました。大丈夫のようです。ジャイアンツ4回裏の攻撃になります。打順は6番ゲレーロ、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。さっきはちょっと不甲斐なかったですよね、ええ、ここは気合を入れ直して結果を出したいですよね。そうですね。ジャイアンツリードで迎える4回の攻撃です。見逃し三振、ワンアウトです。バッターボックスには7番石井、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。さっきはいいところで打てませんでしたからね、ここは切り替えていきたいですよね。そうですね、今度は打って挽回したいところ。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。一塁はセーフ、一塁牽制セーフ。これが1球目、初球大きく外れています。膝元へ変化球が決まります。ファーストランナースタート、キャッチャー送球して滑り込んでアウト、盗塁失敗。仕掛けていったんですがスチール成功とはなりませんでした。いやー、これは残念でしたね。ライト方向を流しました。これはどうだ、一二塁間を破る、ランナー出ました。ジャイアンツです。ツーアウトランナー一塁。さあツーアウトながら一塁には追加点となるランナー。インサイド落ちました。セカンドの右抜ける、これでマルチヒット、ツーアウト二塁一塁。さあそしてバッターボックスには陽大館が入っています。さあ追加点の欲しい場面、ここで点差を広げるとさらに相手チームにプレッシャーを。一二塁間掴んだ、一塁アウトでスリーアウト。里崎さん、ここまで快調なピッチングが続いていると思うんですけれども、ご覧になってどうですか。まあボールがいいコースに来てますから、このイニングをしっかり抑えれればそのまま完投もあるかもしれませんね。はい、先発ピッチャー最後まで投げ切ってほしい。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。切りました、ファウルボールです。低め外れました。引っ張った、ワンバウンドヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー、7番バッター相澤、先ほどの打席でヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。今日の先発ピッチャーはジャイアンツが田島、そしてカープが九里、この2人の投げ合いとなっています。牽制、一塁はセーフ、走ってきた、見逃し三振、タッチアウト、盗塁失敗。初球打ち、ここは打ち上げています。
ショートが落下点に入ります。坂本が抑えて3アウトチェンジです。この回カープ結局3人で攻撃を終えています。2対0。じゃい今画面に出ているのが先ほどの配球です。これが初球、緩いボール空振り、ボールになります。改めてお聞きします、バッターボックスの坂本、どういうバッターなんでしょうか。インサイド落ちました。このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。3番バッター丸、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。さてこのところのジャイアンツですが、打ちました菊池、一塁へアウト、スーパープレイ、これは進塁打になりました。ご覧いただきましょう、走りながらのこのキャッチ、ファインプレーに阻まれました。さあジャイアンツ追加点のチャンスを迎えています。点差は何点あってもいいわけですから、取れるときにどんどん取っておきたいですね。なるほど、そうですね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには岡本が入っています。ここは見送ります。外れてますか、完璧なボールでしたけどね。はい、外の変化球わずかに、外のボール打った、ここは打ち上げています。ライトフライ掴んでアウト、ツーアウトランナー二塁となりました。つなげなかったですね。見送ってまずはストライクです。外、バッターボックスの平、今シーズンの得点圏打率は3割。ライトへ、打球はいいところに飛んだか、掴んで3アウト、追加点は奪えませんでした。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。配球表ご覧いただいています。今日は変化、先発の栗がバッターボックスに入ります。まあ好投してますが、代打を送って点を取りに行くべきじゃなかったでしょうか。そうですね。素晴らしいコントロールですよね。変化球空振り、ワンアウトです。打順はトップに帰って西川、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、インサイド、センターへ打球伸びる、ここはフライになっています。センター掴んで2アウト。2番バッター菊池、先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、最後は空振り三振に倒れています。2アウトになっています。外への変化球外れました。変化球で空振りを取ります。3アウトチェンジ。6回の裏ジャイアンツの攻撃、バッターボックスには6番ゲレーロ、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですよね。打ちました小園、アウト、ワンアウト。バッターボックスは7番石井、前の打席はシュートをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ、ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。さあ一塁ランナーを返して点差を広げたい場面です。バッターは住谷、思い切ってエンドランを仕掛けてみてもいいかもしれませんね。さあランナーをどう生かしてくるか。走りませんね。一塁牽制セーフ。さあ3球目は何か、打ちました、取った、セカンド送球、二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。ご覧いただきましょう、最後はダブルプレーに終わってしまいました。小宮山さん、ここまで無失点、見事なピッチングが続いてますね。まあそうですね、もう本当に計算通りのピッチングと言っていいと思いますね。どこまでこの投球続くんでしょうか。曲げて空振りを取りました。ワンボールツーストライク、引っ張った、サード取った、アウト、ワンアウトです。打順は4番松山、先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは慎重に行くべきでしょうね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。一塁へ、ツーアウトになりました。バッターは5番長野、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、2球目打ちました、取って3アウトです。
走り込みながら見事にキャッチ。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。いやーよく届きましたよね。反撃した先発の田島がバッターボックスです。完封を狙うでしょうから代打はないでしょうね。そうですね。初球ボール打ちました。取った。一塁送球アウト。ワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター楊大範。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。九里まずは先頭バッターを打ち取っています。外れてますか。はい。外の変化球わずかに外れてボール。変化球タイミング合いません。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。この球は外れています。打ちました。この当たりはどうか。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。タッチしてツーアウト。現在のピッチバッターボックスは2番坂本。まあ、ここはさっき打たれたシュートの使い方には注意したいですね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。打ちました。ショート取った。一塁アウト。スリーアウトです。この回ジャイ8回の表。これから8回カープは代打を送ります。バッターボックスには代打のメヒア。打ちました。セカンドが取る。アウト。ワンアウトです。バッターボックス相澤。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。まあ前の打席はいいリードでしたよね。まあですから今度はバッターが何を狙ってくるかですよね。さあ初球は何か。打ちました。セカンド取る。一塁アウトでスリーアウト。チェンジです。反撃したいカープでしたがここは三者凡退に終わっています。2対0。ジャイアンツがリードしています。8回の裏ジャイアンツの攻撃です。さあマウンドに上がったのは中村。今シーズン19試合目の登板です。前の登板では負けがついています。さあ小宮山さん、終盤ここで変えてきました。きっちり抑えて味方打線の反撃を待ちたいですね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。低めのボール入りました。変化球タイミング合いません。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。打った。これはどうか。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスは4番岡本。先ほどの打席はライトフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は外。できれば低めを打たせてゴロにしたい。ランナースタート。キャッチャー送球して走塁成功。積極的に動いてきました。いやーこれはよく走りましたよね。これでワンヒットで点が入ってしまいますね。やはり。さあどうだ。ファウルです。今のファウルの感じだとストレートに振り遅れてますね。バッターの岡本、今シーズン得点圏での打率は3割3分3厘となっています。バックホームする。二塁ランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。ジャイアンツ追加点を挙げました。3対。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。この場面おっとどうだ。このフライは切れそうだ。右に切れます。ワンストライクです。インコースの変化球見ています。アウトコースでいい球が来ました。ワンボールツーストライクです。外の球打った。ショートが抑えた。一塁送球際どいタイミング。一塁アウト。ワンアウトランナー三塁となりました。さあそして打席にはゲレーロが入ります。さあワンアウトになりましたがなおもチャンスは続きます。インサイド打った。ファースト正面抑えた。ホームに送球。ホームタッチはアウト。ツーアウトランナー一塁と。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。バッターは7番石井。
前の打席はいい当たりのヒットでしたから、ええ、ここは打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、ボールはそのままフェンスに直撃、二塁へ送球。バッターランナーは二塁到達。これで3安打。初球は何で来るか。初球から際どいコースをついてきます。インローボール、このスライダーは外れます。インサイド打った、サードよく取った、一塁へ、アウト。これはビッグプレー。しかしこの回ジャイアンツ1点を追加しています。8回、これから9回、まず何を投げてくるか。初球打ち、さあどうだ、ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。打順はトップに帰って西川、今日はまだ当たりがありません。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね、ここは長打を警戒しておきたいですよね。はい、そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。変化球空振り、まず一つアウトを取りました。これで10個目の三振を奪いました。バッターボックス菊池、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。ワンアウトランナー一塁です。低めは外れました。打ちました、痛烈、これはどうだ、ワンバウンドヒットになりました。二塁へ送球する、二塁際どいが、これはセーフだ。ここはゲッツを取りたい場面ですよね。なるほど、そういった攻め方をして、ファウルボールです。バッターボックスの鈴木、今シーズンの得点圏打率は2割4分となっています。変化球打った、ボテボテの内野ゴロ、ショート取った、二塁へ送球、二塁フォースアウト、アウト。これで3アウト、3点差守りきり試合終了です。今日は見事な完封で白星を挙げました。ジャイアンツが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。小宮山さん、見事な無四球完封勝利となりました。今日の投球ご覧になっていかがですか。そうですね、リリーフを仰ぐということが主流になっている中での無四球完封ですから、これも相当評価していいと思いますね。ベンチの大きな期待に応えました。勝ったジャイアンツ、大きな今日は勝利になりました。一方のカープですが、痛い敗戦となった。東京ドームからお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ。まずはジャイアンツの西川が打席に入ります。2試合当たりが出ていません。
さあゲームが始まろうとしています。アウトコース空振りです。次が2球目ファウルになります。4球目は何で来るか。低め外れました。アウトコース打ちました。取ってワンアウトです。バッターは2番に入っている菊池。昨日のゲームでマルチ安打を記録しています。菅野まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは菅野、そしてキャッチャーは住谷。このバッテリーをカープセンターへ抜ける。これが今シーズン50本目のヒット。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたい。ファーストランナースタート。キャッチャー二塁送球、滑り込んでアウト。盗塁失敗。ランナーの進塁を許しませんでした。いやこれは見事な送球でしたね。ファウルになります。まあここは際どいところも打っていかないといけませんね。なるほどそうですか。変化球で空振りを取ります。スリーアウト。さあバッターは鈴木。ここでホームランが出ると通算100号ホームランの達成となります。枠をいっぱいに使ってきます。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。低めの変化球です。スライダーできました。ワンボールツーストライクです。誘ってきましたね。振ってきません。外れています。打ちました。この打球は落ちるか。どうだ。ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁には同点のランナー。バッターボックスには阿部。まあ奥走ってきた。ヒットイン。セカンドの右抜ける。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。さあそしてバッターボックスには長野が入っています。さあ得点圏には逆転のランナー。バッターの長野今シーズン得点圏での打率は3割3分3厘となっています。いやー勝負強いバッターですね。ここも期待できるんじゃないでしょうか。空振り三振。ここは投げ勝ちました。来ると分かっていても打てないボールです。センターへ。これはいいところに飛んでいる。さあ同点のランナーがスタートする。サードランナーがホームに帰ってきました。相澤きっちりと犠牲。今のシーンです。この犠牲フライで同点ということになります。初球ボール内へ。これは決まった。落ちるボール見逃します。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。見逃しで三振を奪います。この回点は取られましたがここで食い止めました。ご覧いただきましょう。最後さあ打席には先発の菅野が入ります。まあここは自分を助ける意味でもタイムリーを狙っていってほしいですね。ストレート打っていった。落ちた。ヒットになる。ボールは中継。サードランナーホームイン。ジャイアンツ勝ち越し。さあ自らのバットで勝ち越したシーンをもう一度ご覧いただきましょう。先発のジョンソンが打席に入ります。まあ打てないにしてもね、球数投げさせるくらいはしておきたいですね。そうですね。初球ストライクを取りました。スライダーできました。ノーボールツーストライクです。見逃して三振です。ワンアウトです。この西川、ここのところ5試合で打率が2割を切っていますが不調に陥ってる感じでしょうか。今はいい時のフォームとかを動画で確認できますんでね、なんとか修正したいですよね。なるほど。今日の調子はどうなんでしょうか。インサイド落ちました。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。
打順は2番菊池。前の打席いい当たりを飛ばしてましたよね、ええ、ここは気をつけないとまたやられかねませんからね。うん、そうですね。ツーアウトになっています。バットは動きません。よく見ています。キレがありますよね。キレのある変化球、際どいところに決めてきました。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。高め見送っています。打ちました。右中間へ打球伸びる。この打球はフライになっています。亀井が抑えてスリーアウトチェンジです。回は4回の表に入っています。カープ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは松山、はい、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミング合ってなかったですよね、ここはしっかりと修正していきたいですね、そうですね。ジャイアンツ1点リードで迎える4回です。変化球空振り、まず1つアウト。バッターボックスには4番鈴木。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね、はい、今日はバットが振れてると思いますよ、期待しましょう。菅野、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ファウルになります。次が3球目。またファウル。これが4球目。外れました。バッター、ここは打ち上げています。レフトが取りました。ツーアウトです。打席には5番バッター阿部。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。ツーアウトになっています。空振り、ノーボールツーストライク。ここもファールです。ツーストライクです。インコース詰まりました。ここはフライになっています。菅野が掴んでスリーアウトです。5回の表にゲームが進んでいきます。追いかけるカープの攻撃。6番バッター長野、先ほどの打席高めのボール打ちました。弾き返した打球はセンターへ。打席には7番バッター相澤。先ほどの打席で一時同点となる犠牲フライを放っています。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはジャイアンツがエースの菅野、そしてカープがジョンソン、この2人の投げ合いとなっています。インサイド落ちました。これはどうか。石井アウト、2アウト。8番バッター小園、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。前の打席はちょっと消極的でしたよね、はい、ここは積極的に行ってほしいですね。そうですね。ツーアウトランナー、引っ張った。この打球はフライになっています。最後はライトフライ、掴んでスリーアウトです。赤星さん、今日は接戦となっているわけですが、この試合展開をどうご覧になりますか？まあ見ていて両投手の緊張感が伝わってきますし、いい展開でここまで来てるんじゃないですかね。そうですね。このまま勝ちにつなげることができるんでしょうか？いいボールですね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。ワンボールツーストライクです。低め、スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。今のバッティングですがなかなか良かったんじゃないですか？今日は非常にコントロールが良くストライク先行です。球種の割合はご覧の通りです。先発のジョンソンがバッターボックスに入ります。調子は悪くなさそうですが、代打多くて攻めていくべきじゃないでしょうかね。そうですね。初球打ち、このフライはどうだ、落ちるか。レフトが取りました。打順は1番に帰ります。バッター西川、先ほどの打席はファールフライに倒れています。菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。
さてこのところのカープですが、ここまで3連敗、連敗は避けたいところでしょう。3球目は何で来るか。変化球で空振りを取ります。バッターボックスには2番菊池。先ほどの打席はライトフライに倒れています。2アウトランナーありません。インサイド決まっています。154キロがいきなり出ました。高めに持ってきました。あっという間に2ストライクです。3球目外れました。ファウルになります。変化球空振り、3アウトチェンジ。ゲームは7回の表です。カープ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。松山がバッターボックスに入ります。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミング合ってなかったですよね。インサイド落ちました。この当たりはどうか。ヒットになった。松山ヒットが出ます。ノーアウトランナー一塁です。ご覧いただいています。さあここで4番バッター鈴木、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。外から入りました。手元でスルスルっと逃げていくボールですね。変化球打っていった。大きいぞ。入った。ホームラン鈴木。これぞ4番の一振り。今シーズン第9号の逆転。やはりこういう場面で打てるのが主軸なんですよね。そうですね。ここでプレーを中断しまして花束が授与されます。いやー西さん、素晴らしいホームランでしたね。ここまでいろんなこと。ジャイアンツが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。